一番返しセンターに抜けていきました。チャンスが広がります。ノーアウト二塁一塁、吉安今日3安打目。さあ勝ち越しのランナーが二塁に行きました。今日はヒットが出ていません。笠川のピッチング時代まだ数球ですが、印象どうですか？本来こういろんなボールを使いながらね打たせるタイプだと思うんですよね。ここを送ってきます。いいバントになりました。フリーバント成功。ワンアウト二塁三塁。守備に起用されているヤブイです。内野は前進守備バックホーム体制。外野は今定位置少し前でしょうか。ここで門馬監督が守備のタイムを取ります。今日1回目。終盤大きな場面がやってきました。背番号20はピッチャーの稲野部。本間監督の言葉を伝えに行きます。内野は前田さんバスの大学ですね。ここは理想三振ということになってますね、はい。ですからこれは冷静に低めにボールを集めていこうということだと思いますよね、はい。大阪府の独自の大会でスタメンの起用もありました。やぶいチームのキャプテン、ここまではベンチの中からチームメイトを鼓舞してきました。勝ち越しなるか。ちょっと笠川も力入ってますでしょうか。ちょっと力入ってますね。当然ここまでの試合の流れもありますしね、なんとか抑えないとという気持ちが少し前に出過ぎています。スクイズファウル。わずかにファウルになりました。これもう一球ありますかね。まあ、可能性はありますね、はい。まあ、これだけ今サイン出したということは、ね、それだけもう勝負に決したというところですからね、はい。これで2ボール2ストライクになりました。今厳しいところでそうですね、これをストライク取れました。できれば東海大相模としては三振を取りたいところ。三塁ランナー少し出ていました。ピンチランナーが浅野。一塁側手拍子、キャプテンを後押しします。になりましたが、三塁ランナーのスタートの方が良かったですね。はい。やはりそれだけの練習と意識がしっかりしますよね。ここへ来てもね。もうこれはスタートだというところで。6月まではなかなか十分な練習環境は各チームで整いませんでした。その中でやれることをできるかどうか。うまくバットを出してファウル。今これピッチャーとバッター勝負、どうでしょうかね。ゴブゴブ、今
キャッチャーよく押さえた。ピッチャーに勇気を与えるキャッチング。今笠川投手のここまでのボールを見ていて、これフルカウント勝負できそうなボール、どのボールでしょうか。やはりしっかりとアウトコースへ低めのいっぱい変化球、アウトコース、ストレートともにそこしっかり狙ってくるんでしょうね。はい、フルカウントファールです。緑のスタンドに飛び込んでいきました。アブインもどうでしょうか、よく反応できてるんでしょうか。なんとか粘ろうとねいう気持ちが現れていますよね。まあ、今のもボールなんですけども、とにかく見逃さずになんとか粘ろう粘ろうという強い気持ちがありますね。バッター粘って投球9球目、また牽制球。詰まりました。落ちました。キャプテンのタイムリーヒット、2人帰ってきた。8回の裏、大阪桐蔭勝ち越し、見事キャプテンの一振り。詰まりましたけどね、気持ちが乗っていったというところでしたね。完全に詰まってますがね、なんとかしてやろうと。二塁ランナーも判断よく同じようなタイミングで2人のランナーが帰ってきました。2点勝ち越し。ここで東海大相模はピッチャー交代、エースナンバーの3年生の諸熊がマウンドに行きました。それにしても見応えのあるですね、はい、対戦でした。気持ちで勝ったでしょうか、ヤブイ。本当にもうファールにしているのは見逃せばボールなんですけども、それでもとにかくついていってなんとか粘るという気持ちがね現れてましたよね。で外へ外へこう体を持っていかれながらインコースいっぱいに来たボールをね詰まりながらでもあれだけしっかり持っていけるっていうのはもう気持ちでしょうね。気持ちしかなかったと思います、ただ東海大相模もこれ次の回は上位打線2番からの攻撃ですから、はい、なんとかここで食い止めなければならないというところですね。はい、まあ、そのためのエース諸熊君の投入ですね、はい、8番のショート伊藤、一塁ランナーは勝ち越しタイムリーヒットキャプテンの矢部。変化球を主体に組み立てます。今スライダーを投げました。大熊もこれすごい声を出していました。三振。本来はどちらかというとこうコースに投げ分け変化球をうまく使って、まあ、いわば技巧派の投手なんですけどね、はい、もう今のはもう気持ちがないことができましたね。どうやってますかまあこれが彼のスタイルなんでしょうね。まあ、今日の試合の流れの中でこういう風なスタイルになってるんじゃないですかね。なるほど、ボールの勢いが勝りました。ストレート140キロまで出てきている諸熊。東海大相模はキャプテンの山村からという打順です。詰まった、よく取りました。
ナイスフィルディング。スリーアウト。3年生の熊は好リリーフ。ただ大阪桐蔭は8回の裏勝ち越しに成功。キャプテンの一振りでした。守備が守備が守備が2点を取らなければならないという東海大相模ですが、上位打線、大阪桐蔭が先制、一旦東海大相模が逆転をしましたが、8回の裏大阪桐蔭が勝ち越しに成功しています。ここまで強打の東海大相模打線は3安打。高校野球はこの後11時54分から E テレで放送します。レフト浅野君、ダイソー勝ち越しのホームを踏んだ浅野がそのままレフトの守備につきました。4番レフト浅野です。さあ2点取らなければならないという東海大相模。長打も打てる山村からですが、山村の今日のバッティングというのはどういう印象でここまでは残ってますか？ちょっとここまではね、きっちりと藤江君に抑え込まれてきたという感じですからね、はい。まあ、ただもともと非常にいいバッターですから、はいはい、こういう大事な場面で活躍するタイプの選手ですからね、もう大阪桐蔭のバッテリーとしたら非常に嫌な先頭打者ですね、はい。まあ、大阪桐蔭のキャプテン破りは勝ち越しタイムリーという結果を残しました。今日はまだヒットが出ていない山村。素晴らしいコースでストライクを取りました松浦。今ストレートに反応を仕掛けました。上がりました。レフト浅野、浜風に押されますが抑えました。ワンアウト。松浦の球威が勝りましたね。勝りましたね。いいタイミングでは打ったんですけどね、少し押してもらいました。大詰め9回の表。3番の加藤は今日ヒットありません。前の打席でフォアボールを選んで出塁をしています。2点差を追いかける東海大相模の9回表。2点を取らなければならないこの9回の表。高校野球この後11時54分から E テレで放送します。大阪桐蔭が4対2、8回の裏勝ち越しに成功して回は9回に入っています。2020年高校野球の交流試合最終日第1試合、大詰め9回の表、三振、ツーアウト。リリーフをした2年生ピッチャーの松浦、アウトを2つ取りました。勝利まであとアウト2つ。好ゲームになりましたが、大阪桐蔭が8回の裏に勝ち越しに成功しています。松浦君も昨年秋近畿大会で少し投球を見ましたけども、かなりコントロールに不安があったところなんですけども、成長してきましたね。こういう場面でこの投球ができるんですからね。積極的にバットを出していく西川ですが、大阪桐蔭の松浦、吉安のバッテリーが追い込みました。
ライトに上がりました、高く上がりました、わずかにファウル。やはり持っていく力はありますね。この強いボールをライト方向へね、ここまで飛ばせるんですかね。右に長打を打つというのが西川の理想。キャプテンの矢部がサードを守っています。西川も高めのボール釣られませんでした。ショートの前、スリーアウト、試合終了、4-2、大阪桐蔭が東海大相模を破りました。しまった好ゲームでした。4-2で大阪桐蔭高校が勝ちました。この強打の東海大相模打線を大阪桐蔭の投手陣が3安打に抑えました。大阪桐蔭高校の栄誉を称え、同校の校歌を斉唱して校旗の掲揚を行います。相手チーム、そして審判員にも丁寧にお辞儀をしました。それにしてもキャプテンの矢部、9球粘っての詰まりながらの勝ち越しタイムリーヒット、見事でした。今東海大相模の選手たちも丁寧にスタンドに向かってもお辞儀をしました。解説は前田正治さんでお送りしてきました。前田さん、本当にまず両投手がいいゲームをまず作りましたよね。そうですね、本当に気持ちのこもった投球でそのゲームを、締めたというんですかね、見てて気持ちよかったですよね、はい、やはりピッチャーとして一番大事なのは当然コントロールであっていいボールを投げることなんですけども、はい、それ以上にやはりバッターに向かっていく気持ちっていうのはね、まず一番大事なところですから、はい、それをしっかりと表面に出して、またボールもしっかり投げ込んできましたね。
石田投手、東海大相模、7回2失点というか、ね、はい、ピッチング、まあ、最後は手のひらにボールも受けて気持ちで、うん、ヒットを防いだというのもありましたけれども、はい、印象としてはどうでしたか。まあ、テンポよく投げ込んでくるのはあるんですけども、もうとにかく気持ちと体とボールが全てが一致している投球でしたね、はい、今日は本当に体と心のバランスがあった投球を できたと思います。まあ、それだけのコントロールもしっかり持ったピッチャーですからね、はい、そのあたりがしっかりできた。まだまだ2年なんで、これからが本当に楽しみなピッチャーですね。そうですね、去年の夏もこの甲子園のマウンドを経験したりした、今年もこの甲子園のマウンドを経験しました。これはまた大きな財産になると思います。両チームともデータ上の強力打線という順番を冒頭でしたんですけれども、なかなかそこまではいかなかったですね。まあ、当然この両方の今日のピッチャーからですね、いくらこの打線を持ってしてもなかなか点は取れない。まあ、本当におそらく両チームともに日本一に近い打撃力は持ってると思いますけども、それを完全に抑え込めるだけの投球内容でしたね。本当にもうちょっと最初に、上昇チームがこの一戦だけで終わるという時にね、どのような気持ちでっていうことも、ちょっと話はしたんですけど、はい、本当にもう勝負に徹した本当に素晴らしいゲーム、感動するゲームを見せてくれましたね。勝っても負けてもこの試合限りという交流試合なんですが、東海大相模の選手たち涙も見られるというところに、この一戦にかけてきた思いで ね、はい、という気がいたします。まさにこう決勝戦のようなそういう気持ちで、本当にそうでしたね。そういう戦い方でしたね。勝負を決めたのがこの大阪桐蔭矢吹のタイムリーヒット。バットの根元詰まりましたけどね。この打席はもう本当に矢吹君のね、ここまでの苦労が全て、まあ、気持ちに現れてたというふうに思いますね。こう一旦スクイズを仕掛けて、うん、ファウルになったと、はい、その後粘ってという、そうですね、はい、もうスクイズで、まあ、いわばどちらかというとできるボールでしたので、ね、本人にとってはだからなんとかという気持ちになったとは思うんですけども、まあ、気持ち的にはスクイズを決められなかった、気をつける部分もあったのかもしれません。よく切り替えました。どっちが過ごし方となりました。まあ、今年の大阪桐蔭3年生は春夏連覇の代を1年生の時に見ていて、まあ、その時にベンチ入りしていたメンバーはいませんでしたので、3年生は初めてこの甲子園の地でプレーをしたということになります。今年のチームとして大阪桐蔭印象いかがでしたか。いや、まあ、昨年の公式戦は秋以来になるんですけども、はい、まあ、夏のゲーム、大阪大会の、ね、独自大会を少し見たんですけども、まあ、なんかこの甲子園に来ると大阪桐蔭すごい力を出してくるな、やはり強いなというのは強く感じましたね。持っている力をしっかりと発揮させる、それだけの準備をしているんでしょうし、はいはい、この舞台がそうさせるというのがあるのかもしれません。藤江投手がですね、この中に2失点という、こちらも素晴らしいピッチングでした。素晴らしいピッチングでしたね。ちょっと大阪独自大会、近畿大会に出てもコントロールにちょっと不安あるところがあったんですけど、もう今日はそういう不安なんかみじんも感じさせない投球、もう気持ちのこもった投球を、全て自分の力を出し切った投球をしてくれましたね、はい。それとリリーフをした2年生の松浦投手ですね。松浦君もね、いやまあ、昨年の秋なんかは1年生でまだまだ、体ができてないところでしたけど、一冬をしっかり、努力してきて、また、まあ、コロナ禍においてもしっかりと自分のやるべきことをしっかりとやってきたんでしょうね、はい、しっかりいい結果、厳しい場面での登板でしたけど、そうですね、はい、しっかり抑えきりましたね。2年生投手の松浦、それからもう一人スピードボールを投げる2年生の関堂というピッチャー、今日は登板の機会はありませんでしたけれども、まあこうしたいい素材のピッチャーがいますから、また新しいチームも非常に楽しみになってくる大阪桐蔭です。キャプテンの一振りが8回の裏に生まれました。
桐蔭では珍しく2桁の背番号ですね、キャプテンではあったんです。はい、そうですね。本当に本人の思いにも残るヒットになったかもしれませんね。はいはい、においては本当に両チームのキャプテン非常にここまで辛かったでしょうね。はい、そうですね。特に県外からの選手も多い両チームですから、新型コロナウイルスの感染が広まった時期には学校が休校になって、そして生徒もですね、選手も地元に戻ってという期間がかなり長く続きました。ようやく6月中旬になって練習を再開できたばかりというようなところ、まあ、その中でもこの甲子園という舞台でこのプレーをできたということは、うん、誇りに感じてほしいですね。そうですね。これからに本当に活かしてほしいですね。勝ちました大阪桐蔭の監督選手たちが先に通路に引き上げていきます。ここまで日本新薬元監督の前田正治さんの解説でお送りしてまいりました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。この後は準備が整い次第両チームの監督そして選手へのインタビューをお届けする予定になっています。この後第2試合はこの後午後0時40分試合開始予定と発表されています。ここまで第1試合実況担当は佐藤でお送りしてまいりました。放送席、大阪桐蔭西谷監督です。最後までまさに粘り合いの試合でした。勝った瞬間のお気持ちはいかがでしたか？そうですね、なかなかこう粘り強さということを、このチームが発揮できなくって、特に大阪の最後の試合を、残念な形で負けましてね、そこから1週間、子どもたちがどれぐらいこう気持ちを作り直して今日来てくれるか、今日は勝つことももちろん大きな目標でしたけど、粘り抜いて勝ちたいということができましたので、うちとしてはもう本当にやりたいゲームができたと思います。その粘りという意味では決勝タイムリーを打ったキャプテンの矢部選手、まさに粘りが生んだ人だったんじゃないでしょうか？そうですね、野球の神様が、キャプテンのところに回したような、またそこでね、しぶといね、ヒットを打つというか、まあ、このチーム1年間本当にこう苦労して、チームを作ってきてくれたキャプテンの会心の一打だったと思ってます。非常に大きな、一勝だと思います。3年生にとっては最初で最後の甲子園でのプレー、しかもそれが東海大相模との対戦、何かこう感じるものというのは監督の中でどうでしたでしょうか？まあ、去年の秋に、いろいろな方に聞きまして、東海大相模さんが非常に力があると、まあ、選抜の優勝候補だというふうに聞いてましたので、まあ、個人的には東海大相模というのを心の中でマークしてましたので、まあ、選抜もなく夏の大会もなかったですけども、運よくね、最後の試合、最高の相手とね、最高の球場でやらせてもらえたので、ただの思い出じゃなくって、子どもたち、スタンドの全部員がもう勉強になった試合で、東海大相模さんに、本当に感謝しています。ナイスゲームでした。おめでとうございました。まず西谷監督に伺いました。この後は選手のインタビューです。大阪桐蔭のキャプテン矢部選手です。あそこの打席、スクイズがファウルになっての、はい、粘ってのタイムリー、どんな心境だったんですか？そうです、まあ、スクイズ決めたかったっていうのは一番なんですけど、やっぱり失敗してしまったらもう次どうすればいいかっていうことを、まあ、考えて、まあ、自分にはもう粘っていくしかないっていうことを、まあ、思いましたし、もうエースの藤江もずっと粘りのピッチングでここまでつないでいてくれたんで、最後は63人の力全部一つに自分がまとめて、最後は粘り強く打っていこうということを思いました。いろんなことがあったこの半年間だと思いますけれども、仲間と最後の舞台が甲子園で戦えた、これについてはどういうふうに感じていますか？そうですね、まあ、ずっと去年1年間ずっと甲子園に出れなくて、まあ、悔しい思いもしてましたんで、まあ、その悔しい思いをこの甲子園で晴らそうっていうことをずっと新チーム始まった時からずっと言ってきたので、まあ、それが甲子園の舞台で終われるっていうことはすごく嬉しかったことですし、まあ、ここでどうやったら勝てるやろっていうことを全員で話し合って、まあ、ここまで来たっていう、これがまあいい結果につながったかなと思います。心に残る成長できるような試合だったでしょうかね？そう
そうですね、すごく、まあ、高校生活で一番いい試合だったと思います。本当にナイスゲームでした。おめでとうございました。ありがとうございました。大阪桐蔭高校の薮井主将に話を伺いました。ありがとうございました。この後は東海大相模の監督、選手に話を伺います。少々お待ちください。放送席、それでは東海大相模本間監督です。ナイスゲームでした。接戦でした。今どんな思いが強いですか？そうですね、あのやはり、大阪桐蔭学校とですね、この甲子園球場でやらせていただけるという、まあ、ことが決まってから、まあ、なんとしてもね、最高の舞台で最高の試合をしたい、まあ、最高の結果もね、得たいというふうに思ってましたので、まあ、正直、この一戦悔しく今感じています。技術の両チームの高さはもちろんなんですが、あの7回の東海大相模の勝利への執念、粘りです。